長塚小学校の教師が5年生の児童およそ50人を連れて増水した川の堤防を歩きポンプ場を見学しました。不安に思われる保護者の方もおられたということで、市教の方から指導がありましたし、私も反省をしております。当時川の水位はおよそ5メートルあり、河川敷は見えなくなっていました。学校側は児童や保護者に謝罪しています。